はい、あと GB のマッサーワールドのマッサーとチャンネルのマッサーとです。はい、こんにちは、マッサーとです。今日は2020年、令和2年、1月の13日、祭日月曜日ですね。今日かな、昨日日曜日で、今日は成人式、成人の日の振り返り祭日。まあ6曲目となりましたけど、頑張って、まあ、12時近いですね、12時。聖歌の、580番、主はガリラヤ湖の我に従い、マタイの福祉の女中級説、下は献身の項目になってますけど、神様、お祈りいたします。神様、この賛美もどうか、このものも清めて、思いも清めて、力と知恵と与えてください。また、この賛美、うまい下手ではなくて、思いを神様、父、子、聖霊の皆によっての賛美たい私の信じとくの神様、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、聖歌の580番、主はガリラヤ湖の我に従い、マタイの福音書4章19節 Jesus calling the racing face か、ちょっと見切れないですね。4分4拍子で普通ですね。84いきます。ちょっと前置きが長くなりましたけど、いきます。聖歌の580番、主はガリラヤ湖の3、はい、主はガリラヤ湖の漁師に告げぬ、網を捨て起きて我に従え、また主は疲れし呼びとに告げぬ、罪を振り捨てて我に従え、険しき山の谷間に呼べる羊飼いの声、友よ聞かずや、我が羊よなぜ各さまよえる、長守りてなる我に従え、罪の世にありて罪に汚れず、憂いを慰め疲れを癒し、長そばにありて常に悲しむ、命の道なる我に従え、我が後を踏みて右や左に迷いゆくなかれ、道狭くとも十字架を担い、雨を望みて常世の朝まで我に従え。はい、感謝いたします。聖歌の580番、主はガリラヤ湖のマタイの福音書4章19節、我に従い、Jesus calling the This is fear says、 ちょっと読みにくいですね。はい、お祈りいたします。天の神様、この賛美、聖歌の580番、主はガリラヤ湖のマタイの福音書4章19節、我に従い、神様、感謝いたします。この賛美、またこの思う、神様、清めて遠く尊く用いてください。感謝してこの祈りを私たちの個人的な救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、失礼しました。